奥津系系かな、八景で現在地が、こちらになります。ちょっとね今日はまあ軽く、歩いていこうかなということで、ちょっとね面白いですね。たまおそらくここね、ここまでは絶対行けないので歩いて、まあ、体力に合わせて、見どころをねご紹介できたらなと思います。気になる建物がねあるんですけど、まあ、これはトイレかな。休憩スポットかな。岡山から、岡山市内から2時間ぐらいの、距離にある奥津です。まあ、高速で行けばもっと早く着くと思うんですけど、下道で、まあ、そういう感じの時間帯で来れました。でちょっとねトイレにね問題がありました。水が出ないということです。まあ、多分ずっと出てないんだろうね。感染症対策とかいうのかな、出てないので皆さんご注意ください。水が出ないということです。じゃあちょっとね歩いていきましょう。一方通行になっているので、まあなんか結構遊歩道みたいな歩行者天国半分ねなっているので歩きやすいですね。はい。結構ね怖いですね。でここからちょっと歩いていきます。遊歩道、下にも遊歩道あるみたいです。凍結で
じゃあこのまま上に上がっていきましょう、ね、この落ち葉が落ちて、まあ、今がちょっと 見頃なのかな。はい、ちょうどね雰囲気がいいですね。風も少しあってね、この落ち葉が、落ち葉じゃなくてこのね葉っぱが落ちる感じ、到着しました。なんかドライブインみたいな感じの、雰囲気のここに到着しました。ちょっとなんか気になる、スポットでございます。はい、で、まあ、このねイベントがもみじ祭り期間中、11月の1から、11月の14日まで午前9時から午後5時までが、まあ、駐停車禁止みたいな感じです。はい、ちょっと歩いていきましょう。やってるんですね、大釣り温泉。ロケ地映画秋津温泉ロケ地、こういう感じなんですかね。温泉利用者のみ利用できるってことですね、この駐車場が。はい、じゃあこの先にちょっと進んでいこうかなと思います。温泉入って、まあ、見たりとかいうのもいいかもしれないですね。結構ねここも見どころなのかな、結構色づいております。結構ここはね色づいてます。かなり色鮮やかなもみじが、見えますね。
ね、色鮮やかな。だいぶね、あの高度をね上げてるんですけど、実際のね肉眼で見るのはこれかな、これに近い色かな。なかなかそのカメラも色をねリアルに伝えるのがね難しいので、機種によっては全く違う色になったりとか、するので、まあ、ちょっと調整が難しいですけど、なるべくリアルな状況をお伝えしようかなと思っているんですけども、そう簡単には、行くこともなく、撮影をしているわけなんですけども、こういうね下に落ちたのも見どころかもしれないですね。視界、視線はね上の方に行ってしまうんですけども、こういうねこのアスファルトの色とこの落ちたモミジの色がちょうどなんか映えるような感じでいいですね。このまま進んでいきます。よし、じゃあちょっと先に進んでいきましょう。まあ、ここも休憩スポットなんですけど、まあ、このイベントに関して駐車禁止になっているみたいです。よし、はい、これが中国銀行旧保養所の後なのかな。はい、じゃあちょっと行きますね。あ、ここにもなんか鳥か。お、なんか建物がありますね。ここに結構この辺がメインなのかな。ちょっとカメラ変えます。ちょっと山荘みたいなねありますね。ちょっとね廃墟みたいになってますね。ちょっとなんか高台に到着するのかな。よし、
なるほど。これ先ほどのね、この山荘が見えます。まあ、こういうもんですかね。多分あそこずっと行けば奥津温泉に到着します。まあ、メインがおそらくねこの辺りなのかなと思います。もう多分この先はね普通にあのこの上に普通に国道が通ってるんですけど、国道かな、はい、そこ、このこっからもうすぐ合流地点っていう感じになってます。もう奥津温泉がもう1キロ先にあるので、はい、でいうことですね。まあ、ここ、まあ、ずっと思ったより結構すぐ終わりましたね。最初はもうこの辺からこの下から来たので、ここはもう終着地点で、まあ、この建物がまあその軽食喫茶ね、まあ、この関係したエリアということです。はい、はい、というわけでね、今日はまあこんな感じでお届けしました。まあね、ちょっとね、時間的とか、まあ、時期的にね、間に合わない人もおられると思います。まあ、この動画を見てね、行った気分になっていただけたらなと思います。それではまた次回もよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、見落とし箇所が一箇所ありました。結構ね、穴場スポットみたいな感じですね、ここ。目線のね、位置からずれるここにあったので、まあ、帰り際になんかあるぞみたいな感じで来たんですけど、ちょっとしたなんか散歩道になってます。おお、お、危ね、お、やべ、ちょっと滑るな、これ。ああ、
とこのまま進んでいきます。対岸ではね、なんかかなり下の方まで降りれるんですね。ギリギリのとこまで降りてる人もいたり、ここはね、かなりマイナーエリアになるのかな。村外れ地蔵っていうのがあります。ちょっとね、謎な感じの場所に、ポツンとあるということなんですけど、村外れにある、お地蔵さんっていうことなんですかね。で、ちょっとね、見えにくいんですけど、親子ガメ岩っていうのがあるらしいんですけど、まあどれなんだろうな、ちょっとわからないですけど、でちょっとこのまま進んでいきましょう。だんだんね、冒険みたいになってきました。まあ、おそらくね、この先から立ち入り禁止かな。なんか標識みたいなのが見えます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは、村版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。